おはようございます。アヒルの暗黒パート22です。前回は宴パートでしたね。宴の高校生の頃の出来事で、内容としては宴の失踪事件より5年前の母が逮捕される経緯が描かれていました。ミサはまだ多分年長さんぐらいかなと思います。お姉ちゃんがお母さんを追い出したということが分かって、でもそれを後悔していました。それはそうだよねっていう感じですけど、その後ミサのために生きることを誓った宴でしたが、5年後の今亡くなったことは宴としてはどんな気持ちだったのでしょう。それでは続きを見ていきましょう。すみません、住民票を移したいのですが。カズの引っ越しだね。これはいつのやつだろう。転出証明書はお持ちですか？はい。では住民移動届にご記入お願いします。カズはカバンからファイルを取り出し、職員に手渡した。そしてコートを脱いで汗を拭った。市役所の空気は強すぎる暖房と呼気でよどんでいた。古い木の柱に子供が2人ぐったりともたれて、母親の用事が済むのを待っている。12月の半ば、カズは13年ぶりに長野から東京へ戻ってきたばかりだった。ああそうですか。地元の駅は随分きれいになったものの、住宅地の風景は幼少期と全く変わっていなかった。昔に比べてどこか閑散としているのは気のせいだろうか。人が少ないって言ってたよね、ミサもね。都内にもかかわらず、駅前を離れた途端人をほとんど見なくなる。そうなんだ。あら、これ履歴書ですよ。え？ああ間違えました、こっちです。はい、確認いたしました。記入できましたらこちらに印鑑を捺印していただいて、そのままお待ちください。はい。この地に戻ってくることはもうないだろうと思っていた。長野の郊外でひっそりと進学し、職を得て少年 A からごく普通の社会人として生活していたから。しかし今年の春先、地元の新聞に深い関係を持った女の顔写真が載せられた時、彼は引っ越しを決意した。長く一箇所に留まり続けることは得策ではなかった。ああ行方不明ですよって、長野でもやってたっつってたもんね。住居を移すにあたって、新たに契約を結べる小学校を探すことにした。そして勤務することになった小学校がたまたまカズの出身地である日野にあったのだった。壁に備え付けられたテレビから昼前のニュース音声が聞こえる。ベンチに座っている老人がぼんやりと画面を見ている。もう長野の行方不明事件など忘れ去られてしまったようだ。では手続きが完了いたしましたので、こちらの用紙はなくさずにお持ちください。職員の腕がカウンターに伸びてきた。薄いシャツとベストのみの制服は市役所の空調を知り尽くしていた。これ宴だったりする？市役所1階の食堂は職員や市民でごった返し始めていた。ほこりっぽいレンガの壁と黄ばんで割れそうなプラスチックの椅子が心もとない。多摩動物公園のフードコートを思い出した。古くて設備が行き届いていない。ただレトルトのメニューがずらりと並ぶ。だが夢を感じさせる施設。昼食を食べつつ不動産のチラシをめくっていると、向かいに女性が座ってきてラーメンを置いた。これが宴？あら宴偶然ですね。カズは一瞬困惑したが、すぐに十数分前に応対した女性職員だと分かった。ああ先ほどのお疲れ様です。宴は愛想よく話しかけてきた。小学校にお勤めになるの？正確に言えば定型です。もともとフリーランスの児童カウンセラーなので。どれくらい続けていらっしゃるんですか？まだ3年ほどです。そうなんだ。
へえ、素敵ですね。子供に関わる仕事って。そうですかね。ありがとうございます。宴かわいいな。私の妹も見てほしいくらい。ほら、年頃の女の子の気持ちって難しいでしょ。私もそうだったはずなのに、すっかり忘れてしまいました。おいくつですか？まだ小学校5年生なんです。ああ、じゃあ事件があった 8ヶ月前ぐらい。ずいぶん年の離れた姉妹なんですね。失礼だぞ。いいですよ。ほら、ティーンの女の子って天の弱で、そっけない態度ばかり取るでしょ。だから私寂しくなっちゃって。今まで仲が良かったから。自立するためには必要なことなんでしょうけど。結構喋るね、だげ。まあそういう年頃ですよね。でも寂しいな。前みたいに戻れたらなと思ってますよ。とても仲良しなんですね。まるでお母さんみたいだ。お母さん、まあ今は私が母親みたいなものです。両親が仕事で忙しくて、私が世話をしているので。まあ宴は多分事件が起こるまでお母さんとかお父さんのこと言ってなかったんだろうね。そうですか。じゃあ大変ですね。仮に今が面談中だったら、これからの信頼関係を築くことを意識してくださいと言っていたところです。信頼関係ね、十分あると思いますけど、もっと宿題を見てあげるとか。無理に何かする必要はありません。彼女の自主性に任せて見守ってあげることです。間違ったことをしたらそれとなく正すくらいで。ただあちらから何か話しかけてきたときは、ちゃんと真摯に聞いてあげてください。最近妹さんと話す時間は取れていますか？意識はしているけど、なかなか忙しくて。交換日記をしているご家庭もありますよ。あの子はそういうのやりたがらないんですよね。やらなそう、ミサ。なら二人でどこか出かけるのは。ショッピングモールとか服屋とか連れて行くんですけど、あまり楽しそうに見えなくて。妹さんが楽しみそうな場所じゃないと、お姉さんの趣味ではなく。あの子の好きそうな場所、確かゲーセンが好きだったような。考えてみます。焦ることはないですよ。なるようになります。妹さんとまた仲良く話せるようになるといいですね。ええ、本当に。それはそうと、部屋をお探しなの？彼女はカズがめくっていたチラシを見ていた。はい、難航していますが。静かに暮らせて、まあまあ駅から近い場所を探していますが、都合のいい物件はなかなか見つかりませんね。確かにこの辺は大きな道路が通っていますから、難しいかもしれませんね。静かじゃないってこと？職場までアクセスがいい場所となると限られてきますから。このままだとずっと事務所に住むことになってしまうので、早く見つけたいところです。そうですね。いい物件を紹介しましょうか？わざわざそんな、悪いですよ。そう？この間家を複数所有していた大家さんがお亡くなりになって、とある不動産屋が引き取ったんです。私の知り合いだから、もしかしたら力になれるかもしれません。そういう経緯だったんだね。そうですか。それは非常に助かりますが。よかった。不動産のリストを送っておきますから、気に入った物件があれば教えてください。これ私のメールアドレスです。後でメール送りますね。ご親切にありがとうございます。しかし、あれ、これ宴じゃなくない？ご親切にありがとうございます。しかし、初対面の人間にここまでしてくれるなんて珍しい方ですね。宴は若干はにかんだ。変かもしれませんけど、人助けが趣味なんです。人助けか。誰かの悩みを解決すると気分が良くなるでしょ。あなたもそうだと思いますけど。あ、もうそろそろ行きます。もし気に入る物件があったら連絡してくださいね。親切な女性だ。今時おせっかいな人間は珍しい。カズはメールアドレスの書かれた紙切れを眺めた。
助けてくれるのであれば後で連絡してみようか。手帳に不動産って書かれてたんだもんね。昼間宴、彼はフルネームを大切なものを扱うかのように頭の中で反芻してみた。昼間さん、それにしてもおっとりしたいい女性だったな。ね、わかる。彼女の死体が欲しい。この時からそう思ってたんだね。願わくばここで。ここでって今すぐってこと？カズは食堂にとどまり続けていた。彼女が去ってからしばらく、奇妙な浮遊感にとらわれていた。運命的な何かを感じたのかな？なんてことだ。前回からまだ1年も経っていないのに、この衝動から逃れるためにここに来たのに、また俺は見つけてしまった。数年間で、10回、違う、9回か。9回でしょ。またっていうか、もう嫌になる。いや、嫌じゃない。この高揚感は、何回来ても歓迎だ。楽しそう。この際、ごちゃごちゃしたことはすべて取っ払ってしまおう。今は彼女のことを考えたい。まず、彼女、昼間さんは寂しさを感じていると言っていた。初対面の他人に、饒舌になるほど寂しいんだ。まあ、それはね、確かに寂しいんだろうなって思うよね。それにはいろんな要因があるけれど、その中の一つとして、妹について悩みを抱えているらしい。カズは、彼女との会話を思い返してみる。姉が妹の思春期をここまで気にするだろうか。彼に兄弟はいないため、あくまで推測だが、普通ここまで兄弟に入れ込むことはしないだろうと思った。まあね、世の中にはいろんな家族像がありますからね。彼女はきっと話し足りない。もう誰かに打ち明けたくて仕方ないに違いない。女の人はみんなそうかもしれない。少し尊敬できる人に、自らをさらけ出す機会を伺っている。今回もうまくいくだろうという気がした。彼はすでに、昼間宴を殺す算段を考え始めていた。半年かけて仲良くなって殺そう。彼の主観にかける期間は、犯行を重ねるたびにだんだん長くなっていった。ほう。陰鬱。夕食前、ミサはクッションに埋まれて熱心にゲームをやっていた。宴は鍋が煮えるのを待っている間、ミサに話しかけようとして一瞬思いとどまった。二人の間にはなんとなく痛々しい空気が流れていた。ミサは姉に話しかけないし、姉が話しかけてもすぐ会話が終了する。最近こんなことばっかりだ。宴にはもう耐えられなかった。そうか、ミサの考えてることが理解できない。何も教えてくれない。これは本当に怖いことだと彼女は思っていた。だって家庭内コミュニケーションがうまくいかないと子供は非行に走ってしまうんでしょ。宴はそんなことないじゃないか。それでも今は昼食時に話した男のことを思い出して比較的浮き足だった気分になっていた。クレガタカズという名前だった。児童のカウンセラーをしているというから、きっと相談されるのは慣れているんだろう。いかにも訓練された聞き方といった感じで、そつがなかった。こちらを憐れむこともなく、上から目線もなく、かといって恩着せがましい感じもない。彼女はカウンセラーをどことなく信用ならない人物だと思っていたから、これには少し驚いた。今のカウンセラーも進歩しているのかしら。それにしてもいきなり悩みを打ち明けてしまった私に、ちゃんとアドバイスをくれて本当にありがたかった。あんなに親身になってくれるとは思わなかった。職場の人間には妹と二人で暮らしていることはなかなか理解されないし、さらになぜかそうなったのは私に非があるからと思っている。それはかわいそうすぎるな。宴、妹はブランケットの中で猫みたいに目白着をして体勢を変え、ゲーム機の位置を調整した。宴は妹に話しかけることにした。
ねえミサ、何？最近悩んでることとかない？ミサは驚いたように姉を振り返った。なんで？最近話とか聞いてあげられなかったから。別にないよ。そっか、終わった。お姉ちゃんわざわざ聞いてくれてありがとう。でも無理しなくていいよ。お姉ちゃん忙しいんだから私なんかの話聞かなくていいよ。自己肯定感がミサは低いよな。ミサは再び手元のゲームに戻った。またこれだ。無理しなくていいよ。ミサはよく姉を気遣うふりをして巧妙に姉を避けていた。なぜなのか宴には分からなかった。妹がどんどん離れていく。私の知らないことが増えていく。私の何がいけないんだろうとあまり実りのない思考に陥る。辛いなあ。姉は不安だった。このまま妹が離れていったら、大きくなってどこかに行っちゃったら、私はどうすればいいのか。そんなことは今考えたくなかった。しかしずっと前から脳の隅に作っている不安だった。じゃあ週末どっか出かける？ミサがまたこっちを向いた。ゲーム画面にはポーズの文字。どうしたの突然？だって最近全然一緒にいないじゃない？お姉ちゃん寂しいの。それにクリスマスが近いでしょ？どっか行こうよ。じゃあピューロランド行こう。サマセンター超近いじゃん。クリスマスという言葉につられてミサが反応した。いいよ。あ、でも仕事ある？お休み取るよ。クリスマスにお仕事したくないもん。ミサの顔に笑みがじわじわ広がっていく。しゃ、かわいい。じゃあチケット取ろうね。早起きして混まないうちに行ってなんか食べよっか。行ったことあります？そこね、一回だけ行ったことあるんですけど、こうコラボカフェみたいな、常設なんだけど、なんかそういうキティちゃんの顔のライスになんかいろいろ顔のパーツが乗って、で周りが青とかピンクとか、それカレーになってたりとか、結構面白いですよ食べ物。一回さ、メサが小さい頃に行ったんだけど覚えてないよね。え、いつ？全然覚えてない。5歳の頃、お父さんとお母さんと私とミサで。5歳か。じゃああの一件の直前なんだね。この言葉を口にした瞬間、宴は苦い気持ちが広がるのを感じた。今は改修工事があったから少し変わってるかもね。うん、変わってるよ。新しいアトラクションができたんだよ。やった、初めてクリスマスにどっか出かけるじゃん、イエイ。宴は久々に嬉しい気持ちがせり上がってくるのと同時に、これではまた元に戻ってしまうと危惧した。永遠に外出させ続けることができないから、なんとか妹とコミュニケーションを取る方法を探さなくてはならない。ああ、そういうことね。しかしどうしたものか。見守ってあげてくださいと彼は言っていたが、自分に余裕がないと妹を安心させることはできないだろう。母親代わりになってあげなければならない。あれは母親じゃない。ちゃんとした教育、道徳を教えてあげられる人間がミサには必要だ。ミサの将来を考えたら、母親がミサに悪影響を与え続けるより出て行ってしまった方が結果的に良かったのだ。まあそう思うしかないよね。私なら母親よりちゃんと育ててあげられるし、いつでもミサの支えになることを厭わない。宴は手元に広げたパソコンの画面を覗き、カズにメールの返信を終えた。彼らは1週間後に会う約束を取り付けたのだった。そうですか。あ、多摩センターだ。この反対側がパルテノン玉っていうのがありますよ、突き当たりで。こっち側パルテノン玉の、こっちでいう右手側がピューロランドですね。何回か行ったことあるんで覚えてますよ。
その週の土曜の正午過ぎには彼らは多摩センター駅で落ち合った。休日の駅構内はまあまあの人出で、買い物袋を下げた主婦や老人、家族連れが行き交っていた。知り合いに会うかもしれないという考えが宴の脳内をよぎったが、彼に同じ場所に居合わせたとしてもこの混雑ぶりではまず気づかれないだろう。宴は小さな手鏡で目の周りの小さなマスカラの破片を拭い取ってから、安物だが彼女は気にしない。待ち合わせの場所の小広場へと歩いていった。女の子だね。暮方和はすでに到着していた。ごく普通のさっぱりしたシャツとスラックス。人畜無害、彼を表すならこの単語が適切なように思われた。有害だよ。事務所に車があるのでそれで行きましょう。すいません、少し歩きますが。宴が後ろを振り向いた時、風船を持った子供たちが彼らの間を通り抜け、一人の男児が風の足にぶつかった。あら、すみません、ごめんなさい。こら、あんたはダメでしょ、勝手にさっさと行かないの。背後から疲れたような母親の声が近づいてきて、さっと男児の手を引っ張った。大丈夫ですよ。6歳前後だろうか。カズは彼に微笑みかけた。あちらはキョトンとした顔でカズを見ている。それから母親にそそくさと連れられて去っていった。宴は彼の隣で親しみを込めて笑った。まるで平和な休日にはよくあること、とでも言うかのように。カズは穏やかな表情を維持していたものの、それと裏腹に脳裏には13年前の玉が浮かんでいた。あの頃はこれほど路上も店の壁面も小綺麗に整備されてはいなかったし、広場も古臭い色彩のままで、クレープ屋に人が殺到していた。冬の晴れた日の空と裸の街路樹、そして着ぶくれした父親の後ろ姿が鮮明に思い起こされる。カズの両親はどうしてるんだろうね。中途半端ですが、ここで終わりにしたいと思います。宴がどんどんいい人だなっていう、株が上がっていくっていう辛いな。はい、また今度は宴とカズのパートですね。また次回に続きます。ここまでご覧いただきありがとうございました。お疲れ様でした。